屋根の内側、イニシャルや建造年が見える。説教団ペタヤベシの古い教会は、ユネスコの世界遺産に登録されているフィンランドの木造教会。フィンランド中西部の町、ペタヤベシにあり、ユバスキュラの三十一キロメートル西にあたる。この教会は、地元の東梁やアコレッパ年によって、七百六十三年から七百六十五年にかけて建てられたもので、 白いギリシャ十字型の土台に八角形の丸天井が載っている。全体の建材には松が使われており、中世以来の伝統に従って屋根の内側に少々赤いオークルの色がついている。屋根にはこの建築に携わった大工たちのイニシャルが刻まれている。1821年に東領の孫エルッキレッパネンが上部が張り出して渡り、 廊下になっている木造の手廊と東側の聖物室を付け加えて現在につながる教会を完成させた。この時に窓も大きくされた。教会と手廊は三角形のタイルで覆われた。内部には聖クリストフの古い彫像に支えられた素晴らしい説教団があり、素朴な美しさを持つ四人の使徒やたくさんの天使たちの木造が彫り込まれている。神道の向かい側には聖火台があるが、 この教会にオルガンが置かれたことはなかった。祭壇の後ろにはカール・フレデリック・ブロム作の絵画、聖なる献身やモーゼとマルティン・ルターの肖像画が吊るされている。スカンディナビア半島の他の多くの古い教会と同じく、この教会は湖のそばに建てられており、冬の間でも水路を通じて容易に通えるようになっている。1879年に、 木造の新しい教会が建てられたが、元の素人墓地は1920年代まで使われ、続けた。国の文化担当機関とフィンランドの中央教会基金が後押しをして、1980年代から90年代に、主に屋根と骨組みを対象とする修復が行われた。壁は1987年に保護され、1989年と1992年には、 手狼の傷んだ部分も保護された。建物や墓地の周りを囲む壁は1997年に新設されたものである。教会は今でも洗礼、結婚、コンサートなど宗教的な大きな行事の時には使われている。1997年にはかつて信者たちを礼拝に運んだものと同じような教会の船がボランティアの手によって作られ、 観光用のアトラクションとして使われている。この船はヤーコレッパネンの妻の名をとってアンナと呼ばれている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。